キ平定子は日本の政治家、元参議院議員、日本婦人有権者同盟会長。旧姓サザ。福岡県福岡市に生まれるが、父、ササヒロが旧大事件で失職し、東京都港区に転居する。実家目前の東京府立第三高等女学校に通う。4年次に飛び級で旧政精神女学院に入る。 戦中の混乱で休学するも、戦後新生精神女子大学専門部歴史科を卒業。1949年、新聞記者であった夫と結婚し、キ平生となる。またその後、市川夫妻に死宿する。1953年に市川が、第三回参議院議員通常選挙で当選し、その秘書を務める。1958年長男を出産。 1974年、第10回参議院議員通常選挙に、東京都選挙区から無所属で立候補し、候補者20名、当選者4名の7位に終わり落選。1986年の、第14回参議院議員通常選挙に、熊本県選挙区から無所属で出馬し、候補者4名、当選者2名の3位に終わり落選。1989年第15回参議院議員。 通常選挙に無所属で出馬し、候補者5名、当選者2名で、トップ当選。会派には所属せず、無所属で活動した。1995年第17回参議院議員、通常選挙に無所属で出馬し、候補者5名、当選者2名の3位に終わり落選。2012年、朝日中受賞受賞。2015年7月19日、心不全のため死去。 87歳坊津。女性の政治参加拡大に尽力。木平定子さんが死去熊本日日新聞2015年7月19日。閲覧。木平定子。三島幸夫の手紙。決定版。三島幸夫全集四42巻。年譜。書紙。ありがとうございます。